皆さんこんにちは、エミです。今回は13歳の我が子にコロナワクチン接種させようと決めた理由、そして1回目の接種の様子などをお伝えしていきたいと思います。今回の動画は子供にね、コロナワクチンを接種させてはいけないとか接種した方がいいとかいうね、そういった動画ではなくて、あくまで一般人の一人の体験、個人的な意見としてお聞きいただければと思います。2021年5月13日からアメリカで12歳から16歳のコロナワクチンの接種が始まりました。コロナワクチンに関するいろんな情報が世界中広がっていて、特にね、子どもへのコロナワクチンについてはアメリカでも賛成と反対の両方の意見や疑問の声があります。私の周りの人も、子どもにねコロナワクチンを打たせるというと、まだそんなね長期の影響がわからないものを絶対接種させてはダメだよと言われたりしましたし、安心感を得るためだけの安易な決断での接種もいけないとも感じています。ワクチンは怖いというイメージがありますが、私の中で何が怖いのか考えてみたところ、アメリカの SNS などで噂になっている3つのワクチン反対派の情報が実際どうなのかというところだと思いました。子供を接種させるまでに、私なりにね考察して、その不安な点を、自分の中で解消できれば接種させてもいいかなと思ったのがきっかけです。まずワクチン接種に関して一番気になるデメリット情報が不妊説です。ファイザーの元副社長の話として拡散している情報で、コロナワクチンがね、無期限の不妊症や流産を起こす危険性があるというものがあって、アメリカの YouTube や Twitter で拡散しているのを私もねよく見ていました。私も最初不妊説を聞いた時は、その情報ね、そのまま鵜呑みにして、ワクチンはね絶対子供に言ってはダメって思っていましたが、よくね自分でも調べると、ワクチンの大規模臨床試験でも妊娠や流産に直接影響しないことを示すデータが出ていて、妊婦への接種後の追跡調査から明らかになっているようなんです。そのデータもね、アジア人の割合が少なくて、正直日本人への影響はほとんど分かってないことを考えると、本当にね判断は難しいです。ワクチン接種せずコロナにね感染して、後遺症として不妊症を引き起こす可能性もあるかもしれないとも考えました。なので不妊症に対する不安やリスクはありますが、うちの子をね考えた時、食物アレルギーや喘息も持っていて、コロナに感染すると重篤化する可能性があると思うんですよね。コロナワクチンをしないでコロナ感染した場合、重篤化を覚悟して、そしてその後遺症が残るということも覚悟して毎日を過ごすのか、もしくはワクチン接種をして将来のリスクを覚悟してね毎日を過ごすのかっていうふうに考えた時に、やはりねワクチン接種をした方がうちの子の場合はいいんじゃないかと考えるようになりました。2つ目は研究期間が短すぎるため、長期的な影響を推定できないという問題点です。今回ファイザーが製作した新型コロナワクチンは遺伝子ワクチンとも呼ばれています。遺伝子ワクチンと聞くと、素人判断でね単純に体の自分の遺伝子の組み換えがね起こるかもしれないとか、遺伝子が傷つかないのかというね疑問がありました。この点に関しては本当にねまだ誰もわからないところで、その影響がわかるまでは何十年もかかるかと思います。
ワクチンの効果を、まあ、あとねもう1年ぐらい待つ選択肢も考えましたが、結局ね1年待っても10年後の影響はわからないですし、5年以上待つという選択肢は、まあ、正直ね子どもの成長を考えると長すぎるなっていうふうには思いました。うちの子どもは、まあ、去年からね約1年3ヶ月も学校に行かずに、まあ、ずっとね家でオンライン授業を受けていて、まあ、いい面もねたくさんありましたが、まあ、正直ね画面だけを見て勉強することに飽きてきたというか、まあ、やっぱりね実体験や人との関わり、そして学びっていうのも、まあ、子ども時代には大事だと思います。コロナワクチンを接種することによって安心してね学校に通えるという選択肢の方が、将来のワクチンの影響を恐れて行動するよりも今をね充実させることができるのかなというふうにも感じています。あとは本人の意思もしっかりしていて判断できる年ですし、アメリカの中学校の理科の授業でもコロナワクチンの授業があったんですよね。まあ、子ども本人もコロナワクチンがどういうものか、そして将来どういう影響があるのかも、まあ、しっかりね理解していて、親子で話し合って本人が納得して接種を前向きに考えるようになりました。本人は将来への不安を避ける行動よりもね、まあ、多少リスクがあっても今の時期のね自分の人生を充実させて過ごすことを選んで前に進みたいというね思いがあるようです。もしこのワクチンでね何年後かに悪い影響が出たとしても、まあ、その時のね親子で決めた決意に悔いはないように話し合って決めました。長期的な影響は今の時点ではね解決できないところなので、このワクチン接種によって引き起こされる可能性に対しては、まあ、親の責任としてもね見守っていきたいと覚悟しています。3つ目の説は都市伝説なんですけれども、まあ、ワクチンにねマイクロチップが入っているという説です。まあ、強力な磁場を発するマイクロチップを体内に入れては危険だということで、アメリカの YouTube で一時期ねいろんな人がよく投稿をしていました。でワクチンの注射した腕の箇所が磁石でくっつく動画もあって、私もね最初びっくりしましたが、まあ、私もね2回受けた後ちょっとね試してみました。私自身がね不安に思うリスク3つを自分で調べた後、夫婦そして子ども本人とも話し合って接種させることを決めました。まあ、一番確実な決定材料としては、私自身ねそして主人も2回接種していて、まあ、2週間が経った体調を見てみると、まあ、直感的にね大丈夫なんじゃないかなという感じはあります。まあ、もちろんねまだ10年後の影響は分かりませんし、リスクがあるという覚悟は持っています。2021年5月現在アメリカではワクチン接種が常識という雰囲気になっていて、今週からアメリカではワクチン接種した人は野外でも屋内でもマスク着用義務化を解除して、接種してない人に対してはまだねマスク着用が必要とされています。ということは街でマスクをしているとワクチン接種をしていない人だと思われて、マスクをね予防としても使用できない状況に一変して変わりました。アメリカでは国民へのワクチン接種への戦略が過熱していて、無料ドーナツやね無料地下鉄乗車券、野球観戦チケットのプレゼントのご褒美作戦もすごいですが、オハイオ州ではなんと抽選で5人に100万ドルプレゼントという企画や、
日本ではね禁止されているマリファナをプレゼントするところもあって、まあ、経済再生という名目でね、まあ、こんなに国民にワクチンをね打たせるような戦略に、まあ、逆にね違和感も感じます。今アメリカではワクチン接種が、まあ、当たり前という雰囲気で、さらにね12歳から16歳の子供が OK になったということで、うちの子供たちが通っている現地校や補習校でも、まあ、子供同士でねワクチン受けるとか受けないとかいうね、そういう会話になって、子供たちはねクラスで誰と誰が受けるらしいよっていう話をしてくれました。まあ、身近な人がどんどん接種していく中で、子どもたちの中でも、まあ、差別化というか同調圧力が、まあ、ある感じです。ニューヨークの大学では、まあ、生徒にねコロナワクチン接種を義務化しましたし、うちの子どもたちが通っている中学校からもワクチン接種を強くお勧めしますと保護者宛の手紙が来ました。学校近くの病院で子どもが接種したらアマゾンギフトカード50ドルプレゼントというイベントもあって、まあ、この流れでいくとアメリカでは子どものワクチン接種がどんどん加速しそうだと感じています。さてここからはうちの13歳の子どもが接種した様子です。平日の学校の授業の後に接種しました。接種会場では子ども専用の受付が設けられていて、並んでいると同じぐらいのね年の、まあ、子ども連れの親子が10組以上いました。問診票には親がサインして接種するという流れでしたが、接種量と3週間空けての2回の接種は大人と同じです。受付から接種まで10分ぐらいで15分待機して帰りました。帰りは近くのねドーナツ屋さんによって、私と主人と子供の分のドーナツをもらって帰ってきました。当日はね運動を控えて、まあ、お風呂のね湯船には入りましたが、まあ、当日は本当に何もなくて、まあ、注射箇所もねあまり痛くなかったようです。まあ、しかしね次の日の午後から、まあ、ちょっとね体が暑いというので熱を測ると、まあ、36.8 度、まあ、夕飯を食べる時も、まあ、36.9 度、まあ、微熱があって暑かったので、まあ、おでこにねこう冷えピタを貼りました。寝る前には 36.6 度の、まあ、平熱に戻っていましたが、寝る時は寝返りをすると結構ね痛がっていました。3日目は熱も下がり、まあ普段通りでしたけれども、まだね少し腕は痛むようでした。まあ私の場合はね1回目は全く副反応はなかったんですけれども、やはりね子どもの副反応は大人よりも顕著に出るなぁと感じました。また2回目接種についてもお伝えしていきたいと思います。何度も言いますが、まあ、この動画は決して子どもにねワクチン接種をおすすめしている動画ではありません。リスクもありますし、接種したからね 100% 安全とも限りません。子どもへのコロナワクチン接種は、まあ、バランスを考えて打つかどうかを親と子ども自身が判断すべきだと思います。自分で接種するかどうかを判断できる年齢でデメリットもね話し合えるので、各家庭で話し合って決めていただければと思います。今後ね日本でも子どもへの接種が始まると思いますが、この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。それでは失礼いたします。